皆さんこんにちは。エクサイノベーションスタジオ、略してアイズです。アイズではパリ、ロサンゼルス、東京を拠点として世界の最新のイノベーションの調査分析と事業化を進めています。アイズネットワークではグローバルに活躍するビジネスパーソンやこれからグローバルに挑戦したい皆さんにビジネス、テクノロジー、消費者トレンドなどの最新ニュースとそこから得られるインサイトを紹介しています。本日はロサンゼルスから石村美穂と私宇都龍馬の2人でお送りします。美穂さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。それでは、早速今日のテーマに移りたいと思います。今日のテーマはフェムテックということなんですけれども、まずフェムテックってどういうものなのか教えていただいてもよろしいですか。はい、フェムテックっていうのはまず造語なんですね。2つの言葉、英語でフィーメールとテクノロジーを合わせて作られた言葉なんですけれども、まずフィーメール、女性、テクノロジーということで、女性特有の健康や医療の課題を解決するためのソフトウェアやテクノロジー製品およびサービスを作っている業界のことをフェムテック業界と言います。で、例えばどんな分野があるのかって申し上げますと、女性特有の臨床ヘルスケア、これはプライマリーケアですね、かかりつけ医の分野でも現在デジタル化っていうのが進んでおりますけれども、その一角で女性のヘルスケアもオンライン化が始まっているということです。で、次に、女性の不妊対策ですね。で、そこに少し関連する形で家庭用の排卵日の計算機、また月経周期の予測は不妊や避妊にも関わってきます。で、次の助産婦のサポートケアなんですけれども、これは例えば、妊娠合併症の危険度を検知するサービスであったりとか、先端技術を利用したスマート搾乳機などというものもあります。で、次が更年期障害ですね。ここも大きな分野ですけれども、後々に障害するデバイスでご説明させていただきますね。で、最後には骨盤ヘルスケアですね。骨盤のトレーニングを行うためのアプリや尿漏れ解消をサポートするためのデバイスなどがあります。なるほど。かなりいろいろなその女性特有の病気とか健康の改善というので広くこう対象としているというのはよく分かったんですが、今実際にこのフェムテックの市場というのはどれぐらいの大きさになっているんでしょうか。そうですね、これが女性医療というもの自体がすごくお金がかけられている分野で、例えば全米では1年間に5000億ドルの規模のお金が女性医療に使われているんですね。で、女性は男性よりも長生きですから、その分、医療費もかかっているということになります。なるほど。で、そのフェムテックの売り上げというのをデータを持ってきたんですけども、これは、どれぐらいの規模っていうことなんですかね。そうですね、現在世界では、8億ドルほどと言われているんですけれども、これが2030年までには30億ドルまでに伸びると言われています。なるほど。じゃあかなりこう急激にここからの10年で成長していくっていうことなんでしょうけど、でも先ほどの話からするとまだまだ伸びしろはこの先もどん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 大きくなっていく市場っていうふうに考えられるということですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。では先ほどいろいろなそのフェムテックの対象領域というのがあったと思うんですけれども、このフェムテックというマーケット分野が成長してきている背景というのを教えていただいてもいいですか。はい、まず全般的にテクノロジー自体が急速に進化しているということと、なんとかテックっていうものが世界的ブームになっていますね。例えばファーマテック、アグリテック、いろいろありますね。で、それが大きな背景にあるバックグラウンド。あとはその女性自体の絵の進出、女性の進出とか女性が声を上げる機会が増えている、あと平等意識に対して目が向けられているっていうことによって、女性のニーズ、これまで隠れていたものが見えてきて、ビジネスの方がそこに機会があるんじゃないかっていうふうに考えるようになっているんですね。で、さらに女性の起業家が増えてきていて、女性視点で女性のための画期的な商品やサービスを作って、女性の体に合う医療をしようじゃないかという動きも増えています。で、そこに対して当然その投資機関や投資家がお金を注いでいて、スタートアップがどんどん増えてきているという状況になります。なるほど。ちょっと話が変わっちゃいますけど、今年の1月にデジタルで行われた CES2021 を僕も見てたんですけど、びっくりしたのは、こちら その CES のような大きな展示会で話しているそのプレゼンターの方々って、
半分、場合によっては半分以上が女性だったりとかするので、ここはかなり日本の今のその女性進出の、あの進み具合とは、あのグローバル特にアメリカっていうのは違うのかなと思って今のお話を伺ってました。大変興味ですね、うん、特にあの今本当に企業でも、ね、人事の方とか女性を雇いたいっていう人は増えているし、女性を昇進させたい、昇進させなければいけないっていうところまで来ているっていうのはありますね。ありがとうございます。じゃあちょっと次はですね、フェムテックの具体的なそのサービス、あの先ほどまあどういったところがあの対象市場になっているかというお話はしていただいたんですが、ちょっとなんかいくつか事例を教えていただければと思います。はい、まず一つ目なんですけれども、あの一番最初に分野として挙げましたオンラインでの遠隔治療、遠隔検診の分野ですね。でここ今あの写真が出ておりますけれども、これはあのイスラエルに拠点を置いているスタートアップモービル ODT という会社が作っている子宮頸がんを検査するためのデバイスなんです。で名前が EVA システムって言います。で通常子宮頸がんっていうのは女性はあの年間の、通常の検診の時に毎年1回やっているものなんですけれども、現在はあの産婦人科医さんであったりかかりつけのお医者様が子宮頸がんの中の細胞をそぎ出すような形で検診を行い、それを検査機関に送って、検査機関が、行った検査結果がお医者様に戻ってきて、そこで検査結果を判断してもらって、やっと患者さんに報告がいくっていう形で1週間2週間さらにはもう少し長くかかってしまうようなこともあるんですね。だけれどもこのスマートフォンサイズのスマートフォンの 1.5 倍ぐらいのサイズなんですが、このデバイスと AI を使って、スマホ上のスマホを通じてその検査結果をクラウドベースに送ればポータブルで簡単に、診療ができてしまうという仕組みになっているんです。でまずここ の, あのスマホの上の部分から出ている黒い筒状のもの、これカメラなんですけれども、これを使って体から1メートルくらい離れたところで子宮頸部の映像を撮影して、でそれをスマホを介してクラウド上で AI に送ると、専門医と同じようなレベルで検診をすることができる AI が60秒以内に、おかしな細胞がないか、がんにかかっていないかということを検知して判断結果が送られるんですね。でこれ何が素晴らしいかと申しますと、ポータブルですので、体の中に入るものではないので、お医者様以外の医療従事者の方が使うことができるんです。でまた最新の機械があるような医療機関に行かなくてもこの診断ができるんですね。で現在 WHO 世界保健機関が子宮頸がんのない世界を作ろうというプログラムをしていまして、2030年までに子宮頸がんの死亡率を世界で 30% 下げようという動きをやっております。でつまりあの発展途上国であるとか、なかなかお医者様に行く機会のない方々がこれを使うことで検診を行えば子宮頸がんを予防できるんじゃないかということで、すでにもう20カ国で使用されているんですけれども、さらにこの市場は伸びるだろうっていうふうに言われています。うん、確かにこの機械を使うとその病院の設備っていうのにとらわれる必要もないですし、あとはお医者さんのその何ですかね、経験値というかその知識レベルとかにもよらなくて AI が判断してくれるっていうのは、非常にこれは世界的にも広がる可能性が高そうですね。そうですね、例えば看護師さんであったりね、そういう方でもできるってなると、予約をわざわざ入れなくてもいいっていう意味でもアクセスは良くなるでしょうね。ありがとうございます。他に何か面白いサービスご紹介いただけますか。はい、次はあの更年期障害の分野に入りたいんですけれども、ここに今出ている写真ですね。で今腕時計状のデバイスとスマホを持ってるんですが、これ女性が更年期障害中にすごく大きな悩みの一つとして考えることが、突然のほてり、体がすごく熱くて熱くてたまらないっていう状態なんですけれども、このデバイスで体温をコントロールすることができます。でこの、ね、あのデバイスができた背景っていうのがあの MIT 大学ありますね。でそこの学生さんがによるある思いつきなんですけれども、で建物の中にいるとエアコンなどで簡単に室温をコントロールできますが、屋外に出ると気温ってコントロールできないですよね。である日学生さんが外を歩いていて、すごく天気が良くて日が照ってるのにもうブルブル震えてたんですね。それはその風がすごく強くって、体感気温がものすごく低くって、でその瞬間にこんなに暑いのになんで自分は震えてるんだろうって、あ、じゃあ自分で体温コントロールできたらいいんじゃないかっていう、その気づきから始まったデバイスなんですね。
で、ここにつけている腕時計の一番上の丸い部分、ここがヒートパンプになっております。で、このスマホと連携することで、スマートフォン上のオン、クールとウォーム、冷却と加熱っていうのを押せば、ヒートパンプから体内からのその腕時計上のデバイス部分に当たっている皮膚から熱を奪う、もしくは熱を与えるっていう機能が出て、手首の部分が体温が変わることで、そこにある神経が脳につながっていて、脳のその体温を司る部分にアクセスすることができます。で、それによってそこから脳が体全体の体温を調整するっていう動きになります。で、このデバイスから出てくるシグナルがアクセスできる脳の部分っていうのは、感情とか、あと、ストレス管理、あと喜びを司るエリアにもアクセスすることができるので、例えば更年期障害にもあるうつ病であったりとか、あとは不眠っていう問題にも影響を与えることができるんですね。なるほど。で、これはこのデバイスアプリ、アプリをスマートフォンに、入れるんですけれども、それを使って体調のトラッキングをしたり、あとは他のユーザーさんとコミュニティになっていろんな会話をしたり情報をシェアしたりすることで、自分一人ではないっていう意味でのつながりも作ることができるようになっています。なるほど。確かに、まあ、僕は男性なのであまり、まあ、ないとは言わないですが、少ないですけど、やっぱり女性は更年期障害というのは非常に大きな、必ず、まあ、通過するものとしてありますので、こういったところが改善でできるソリューションというのも非常に需要が大きそうだなというふうに伺ってて思いました。ありがとうございます。では最後に、まあ、このフェムテック、いよいよまだスタートしたばかりで、これからどん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 成長してくるのかなと思うんですけど、今後のその展望をどういうふうに考えていらっしゃるか教えていただけますか。はい、今、まあ、例えばアメリカではすごく女性に対する MeToo 運動であったりとか、あとは女性、子ども、女の子もエンジニアリングとかサイエンスとかテクノロジーとかっていうその STEM の分野でどんどん頑張っていこうということで、プログラムがいろいろあるんですね。で、例えばその今小さな女の子たち、今まだ子どもたち、若い人たちがどんどん成長して、今後10から15年ぐらい経った頃にどんどん女性経営者なりエンジニア、投資家っていうのが増えることが予測されています。そこでその女性から見た女性のニーズに注目したフェムテック業界っていうのは劇的に変化を迎えるんじゃないかと考えられています。まあ、まだ日本ではそこまで、まあ、もちろん女性活用、女性の社会進出ってまあ言われてはいるものの、なかなかまだそれって実現には至っていないのかなと思うんですが、まあ、先ほどお話したようにアメリカ等ではかなり女性の進出が進んでいっている中で、まあ、今後日本も同じような形でこういったそのフェムテックっていう市場は大きくなっていくでしょうし、まあ、フェムテックに関わらず女性に関するビジネスソリューションというのはどん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 出てくるのかなというふうに感じています。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。アイズネットワークではこういったような形でさまざまな世の中のトレンド情報をもとに我々の考察をご紹介していこうと思います。また次回別のテーマでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。